お勤めご苦労である。おや、村のキャラバンかね。新しく作ると聞いていたが、良い目をした若者だな。私はソウル・ラクト、城下町のキャラバンを仕切らせてもらっている。我々のキャラバンの歴史は古くてね。いや、まあその話はまたいつかにしよう。スティルツキンさん、ちょっといいかね。村のキャラバンなんだ。会ってやってくれ。こちらはスティルツキンさん。彼はこう見えて数々の冒険をこなしてきたベテランでね。我々もたまに指南してもらうことがあるんだよ。俺はただの旅好きモーグリさん。旅していると何かと詳しくなってね。今は旅の途中だけど、教えてあげようか。ところで君、一人で戦う、それは大変。よし、クリスタル。おお、スモーグに手伝って。では場所か。どうした？いいぞ。ここ。いいぞ。いいぞ。どうした？そうか。どうした？そうか。Thank you.
この街道沿いの美しい川には子鬼が住んでいると誰かが言った。だけど子鬼を見た人は誰もいない。その理由をある人はこう教えてくれた。子鬼を見かけたら最後、必ず奴らに食われてしまうからだと。でもそんな話は昔の話。人々は子鬼の住むこの街道を通らず、新しい街道を通るようになった。古い街道を通るのは今となっては私たちクリスタルキャラバンのみ。
でも変わってくぽ。待ってくぽ。Stop!
Yep.
お手紙を届けに来たクポ。クポ。そんじゃ配るクポ。お返事預かったクポ。帰るクポ。